シリーズでお伝えしている衆院選候補を追う。4回目は新潟5区です。届け出順に立憲民主党の前職梅谷守さん、自民党の前職高取修一さんの2人が立候補しています。日本酒の供与と裏金問題で逆風が吹く中、4回目の対決となる2人が舌戦を繰り広げています。どうですか、手応えというか、まだ分からないですか、どうでしょう。まあ正直分からないし、そういうのをもう考える間もなく必死にやってるところだから。頑張ろう、頑張ろう。選挙戦4日目となる18日、立憲民主党の前職梅谷守さんは南魚沼市で支持を訴えました。頑張りますんで、どうかお願いします。はい、ありがとうございます。頑張ります。どうか皆様のお力をご期待をお寄せください。梅谷さんの政策は子育て・教育予算を倍増させることや、農業者に対する現金給付で所得向上を図ること、他に北陸道と関越道を結ぶ城沼道など地元のインフラ整備、雪国のハンデを克服するための法律制定なども訴えます。離島には離島振興法というのがあります。私はだから雪国振興法、雪国提出、こういう法律を仲間と共にしたためて国会に提出して形にしたいというふうに思っております。前回初当選を果たした梅谷さん、今回も選挙区内をくまなく巡るほか、集会で社民党や連合新潟の関係者が演説に立つなど、野党系の勢力から支援を受けています。街頭ではこれまでの実績をアピールし、政権交代を訴えます。コロナ債務減免法案、このコロナで負った債務を最大2分の1減免できる、そんな法案を私仲間とともに作成をし、すでに国会に提出をさせていただいております。政権交代をしたならばこれが実現します。選挙期間で唯一の日曜日となったおととい、上越市で集会を開き、前参議院議員の森裕子さんが応援に駆けつけました。勝たなきゃ意味がない、勝たなきゃ意味がないんです。どんなことをしても梅谷守候補を再び国会へと送ってください。梅谷さんは今年1月、選挙区内の有権者に日本酒を渡したことが発覚。公職選挙法違反の疑いで告発され、党員資格停止の処分を受けました。軽率だったと。軽率な行動によって大変なご心配ご迷惑をおかけしたことをお詫びを申し上げます。本当に申し訳ありません。梅谷さんは日本酒を対価として渡したとしています。新潟5区は旧新潟6区に魚沼エリアの3つの自治体を加えた選挙区です。前回旧新潟6区での戦いでは130票という僅差で梅谷さんが高取さんを破りました。勝因は無党派層が多い代表殿上越市で7000票余り上回ったことです。新たな区割りでも上越市の有権者数は選挙区全体の 45% ほどを占め、ここでの得票と新たに加わった魚沼エリアのおよそ8万票の行方が大きく影響するとみられています。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。何年生？2年生。はい、よく来てくれました。よろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう。よろしくお願いします。ありがとうございます。自民党の前職高取修一さん、これまで5回の当選を果たしていますが、前回は小選挙区で初めて梅谷さんに敗れ
比例復活となりました。今回の選挙戦では自民党の県議など地方議員が地盤を回るなど組織力を生かして戦っています。お願いします。連立を組む公明党支持層からの得票について陣営関係者は前回の3割程度から大幅に増えると期待します。今月20日上越市で開いた集会には陳さんありがとうございます。陳さんの人気ですごい人が花積知事が駆けつけました。社長、社長ありがとうございます。頑張ります。はい、何としても何としても大変な力で意味ですか。大丈夫ですか。はい、いやそれは大丈夫です。この新潟県と国をつなぐ大事な大切なパイプとして引き続き活躍していただきたい。高遠先生を再び国政の場に押し上げていただきますように私もしっかり応援してまいります。それでは皆さん大きな高遠さんの政策は北陸道と関越道を結ぶ城沼道など地元のインフラ整備や地域医療の再編と従事者の報酬アップ子育て環境を整備し支援を手厚くすること生産向上のためのスマート農業導入の支援などを掲げ地方創生のためには積極財政が不可欠だと訴えます。地方を生かすもあるいはますます寂れさせるも積極財政をやるかやらないか地方にお金を回すか回さないかここにかかってるんです。高遠秀一、後のない戦い、人生の全てをかけてこの一戦を戦い抜く決意でございます。お詫びすることといたしました。高遠さんは政治資金収支報告書に544万円の不記載があり党から比例での重複立候補が認められませんでした。この問題でいわゆる裏金議員と言われることについて反論します。領収書は全部揃っています。ですからいわゆる使途不明金裏金ではないんです。そしてうちの事務所は脱税に当たらないということを国税庁にも確認をいたしております。6回目の当選を目指し広い5区をくまなく回ります。心からのお願いでございます。誰があるいはどちらがこの地域に本当に役に立てるのかということを皆さんからご判断をいただきたいと思います。